牛文化ハイヤ祭りの演舞を行います。皆さんこんにちは。私たちは熊本県天草市の牛文化からやってまいりました。天草といえばキリシタン文化や天草四郎がよく知られていますが、牛文化はその最南端に位置しており、県下最大の漁港として多くの魚が水揚げされています。昨年4月に発生した熊本地震により、県内では甚大な被害を受けましたが、幸い私たちの地域では直接の被害はございませんでした。そのような中で、ハイヤで熊本に元気を、牛深に活気をスローガンに、さまざまな活動を行ってまいりました。本日披露いたします牛深ハイヤ節は、江戸時代の後期に生まれ牛深港に寄港した船乗りたちにより日本各地に広まっていきました。このハイヤ系民謡の代表的なものが、徳島県の阿波踊りや新潟県の佐渡おけさとなっています。本日は牛深高校郷土芸能部、天草市役所牛深ハイヤチーム、東京牛深ハイヤの会合同でのお祭りをご覧いただきます。それでは陽気で賑やか、心が弾む牛深ハイヤをご覧ください。